小川直也。みんなが待ちわびたこの瞬間、さあプライドシリーズ初出場、小川直也です。いや、小川選手の目がすごいですね。そして期待するファンの歓声もすごいですね。いや、本当尋常じゃないというか気合入ってますよ。これはもう完全に切れてますよね。これ最初気をつけた方がいいですね、小川選手は。さあ、ファーストコンタクト、ここを見逃すな。この最初がポイント。先決はすごいですね。先に血を出したのはグッドリッチの方でした、あのダメージがまだ残ってると思うんですよ、あのパンチですね、パンチ力あるんですよね、本当に。あのグッドリッチが一瞬フラッとしましたもんね、ずっとあのボクシングのですね、ピストン堀口ジムで練習してたんですけども、見たんですけどやっぱパンチ力がやっぱありますよね、いやグッドリッチを一瞬フラつかせた小川のパンチ、そしてそこからいよいよグラウンドへ。しかしここでゲイリーグッドリッチが上になっています。ガードポジションを取って相手を、さあ足を取ったグッドリッチ、そしてここからこれ大丈夫です、大丈夫です、小川選手が足が効いてます、入ってますか、そしてここからどう入ろうというのか、あっと足取ってきましたね、足を取った、膝十字、膝十字、おー珍しいですね、膝十字固め、膝十字固め、これは初めて見ましたね、なんとグッドリッチのサブミッション、しかし上に行く、上に上がる、やばいやばい、最初勢いんですけど、どん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 やっぱスタミナがない方なので、スタミナは小川選手ものすごくありますからね、このグラウンドでまたかなり試合もしましたね、グッドリッチはね、首狙ってもいいと思うんですけどね、さあスリーパー行くか、スリーパー、スリーパーに待ってたらいいんですよ、スリーパーという声飛んでる、あの腕はなかなかちょっと決めにくいんで、さあ後ろに回った小川、しかしバリトゥード初参戦、
さすが世界チャンピオン、柔道の世界チャンピオンという、よくやりましたよね、最初のあの打撃をうまく避けた、うまくかわして、そして自分のパンチ一発で局面を一気に打開、流れを自分のところに持ってきた。さあ回転して避けるグッドリッチ、追う小川。いやポジション的には本当に小川選手圧倒的に有利ですから、はい、いや暴走ハリケーンマッチは台風のメカ、5分経過、なんという仲間の濃い5分だったでしょうか。面白いですね。いや面白いですね、はい、さあ小川もちょっとこれ攻めあぐねてますが、先月がちょっとポジションがあまり良くないんですが、僕は逆に言うとグッドリッチが予想以上に頑張ってますよね。いやこうなったらやはり柔道の世界チャンピオン、普通諦めちゃうかなと思ったんですけど、やっぱり日本でのこの試合の注目度がやっぱり大きいというのは分かってるんでしょうね、はい、あのアームロックでも最後まで諦めずにあれしましたし、頑張りましたね、頑張りましたし、さあ首取りますよ、さあ狙うか、首に入ったぞ、さあスリーパーか、うーんと入りきらない、肩でカバーしている、おっとここで胸を合わせる、胸を合わせて、さあここからどうする、足もロックされましたね、片足ロックされました、真っ赤に染まっているキャンバス、さあ胸を合わせている、さあなんと最後どこまでにするか、小川、小川選手もやっぱりかなり体力的に疲れてますよね、これパンチじゃなくて完全にこれはアームロック、はい、それとですね、やってますね、ちょっと あまりにも試合が激しくて忘れてましたけど、やっぱ左の手がやっぱりあまり握力がないんでしょうね、あの左側をですね、ちょっと痛めてて、ね、欠場したいというぐらいなんですが、だからさっきのアームロックでもですね、左の手がやっぱりちょっと あまりにも力が入らないっていうのがあるんじゃないですかね、その左の腕ですよ、その左の腕、いいです、いいです、小川選手いいですよ、小足やグッドリッチを逆に壊すか、小川ポジションは完璧ですからね、小川選手の方がプロレス界の規制概念を壊し続ける男、小川直也がここでグッドリッチを粉砕するか、おっと、さあ再びサイドへ、さあこっちはいけるぞ、ここから強いですね、さあまたアームロックに入る、腕をもう相手に与えないという感じでグッと落ち着いたところですね、完全にディフェンスがあった、まだ時間がある、まだ時間があります、あーっといいですね、いいですね、さあどう料理する、小川ゆっくりと、あー抑え込みは、抑え込みは上手いですね、抑え込んだ右の顔面パンチ、グッドリッチができないとギブアップしないのがすごいですね、しないですね、さっきからアンモック何度もやってます、そしてパンチ、あ入ってますよ、入った、上に入った、そしてテンプル、顎入ってますよ、入ってますよ、入ってる、これが危ないですね、危ないです、このやっぱりパンチに対しては小川選手危ないですね、ちょっとやっぱ疲れてますね、小川選手もやっぱちょっと疲れてます、ストレート、小川、さあ小川が出た、あっと、さあ再びアームロックか、さあブロックが入った、
まあ、勝ったことで許してくれ。次はさ、高田選手にちょっと言いたいんだけど、ちょっと実現しそうもないんで、ちょっと考えさせてください。今日はプライドのリングに上げてくれたプライドの皆様、どうもありがとうございました。